明けましておめでとうございます。世田谷区長の保坂信人です。今年新しい年、令和4年2022年が始まりました。今年もよろしくお願いします。今日は新春ということで素敵なゲストをお招きしています。生命史研究者の中村恵子さんです。よろしくお願いします。中村さんは生命科学がご専門で理学博士として国立予防衛生研究所研究員、早稲田大学教授、東京大学客員教授などを歴任されまして、現在 JT 生命史研究館名誉館長を務めていらっしゃいます。また世田谷区の自然の宝庫でもある国分寺外線の水と緑を守る外線の緑の絆、世田谷の会長もされています。中村さん、よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。はい、昨年は本当に大変な年でしたからね。今年良くなるといいと思いますね。本当に、はい、やっぱり新型コロナのお話もこれから伺ってきますけれども、もう一回こう命とは何か、本当に生きるってことはどういうことなのかということを、まあ、一人一人の方がお感じになり、大きな、まあ、人間の力のこう、これはもう決して無限どころか限られてるんだと、人間も生き物のその一つだということを改めて知った、まあ、1年だったかなと昨年は思いますね。はいはい、その人間は生き物というのはもう私の専門ですので、はい、今日ぜひ聞いてくださいませ。はい、でこの世田谷区にはですね、もう長らくお住まいなんでしょうか。そうですね、ちょうど40年近くでしょうか。ですからちょうど人生の半分近くは世田谷で過ごさせていただいてます。はい、で、現在はこの国分寺外線の間近にというか、外線の中といったらいいでしょうか。すごく緑の中で日々過ごされていると聞いてますが、はい、私23区の中にこんなところがある知らなかったんです。はい、最初世田谷成城の駅のそばに住んでたんです、はいはい、近いのに全然知らない。ある時歩いてみましたら、はい、富士山が見えるじゃありませんか。こんなところがあるのかと思って、ここに住みたいと思ったら、本当にたまたま運よく、はい、空いているところがあって、そこの住人になって、そこに住んでから28年目ぐらいですか、ちょうど。はい、そろそろ、まあ、成城学園まで、まあ、10分足らずで街中に歩いていけるけれども、はいはい、全く別世界ですか。そうですね、駅から歩いてきますと、やっぱり家の近くへ来たら温度がちょっと下がります。やっぱりだから緑の力ってすごいですね。はい、うん、まあ、そういうその緑をですね、うん、国分寺外線以外にもたくさん残していこうということで、うん、まあ、公園を作ったり、またその今ある緑を残していくような、そしてまた農地もですね、世田谷区、残念ながら相続をするときにですね、はい、やはり売却しなければいけないという税制の問題もありますが、はい、できるだけ区の方で、例えば農業公園とかいう形で保存していきたいと思っています。はい、世田谷の魅力、一言で言うと、はい、いかがでしょうか。そうですよね、一つは23区の中でありながら、今おっしゃったように、うん、本当に自然の緑、うん、植えた緑はいろんなところにありますけど、自然の緑があるということがもう一つですけども、それだけじゃなくてね、今度はちょっと動くと下北沢とか三軒茶屋とか行くと、こう若者の街になってるじゃありませんか。私ね、世田谷の魅力は多様性だと思うんです。で、私生き物のことやってますので、まあ後でお話しさせていただこうと思いますけど、やっぱり生き物がこれだけ続いて素晴らしい地球をこう作ってるのは多様だからなんですね。で、多様であるっていうことは、本当に新しいこととかね、そういうことがどんどんできていくことで、世田谷は、で下北なんか行くと
小さな劇場なんかがあって、この頃ちょっと行ってませんけど、はい、ちょっと靴脱いで上がってくような新しい劇場があったりすると、まあ私なんかでも若くなくても新しいこと楽しめますし、それからあと三軒茶屋の風景はパブリックシアター、はい、あれ素晴らしいですよね。あと絹田公園のところには美術館があり、はい、文学館がありって、もうね、なんか一つの街としてのこの多様性は本当に世田谷ならではっていうのがあると思います。で、一つの街、私鉄の沿線の駅でですね、繁華街がもういくつもあるんですが、どうも中心があまりないという特徴もありまして、はいはい、まあ、それがあちこち勝手な方を向きながら、まあ、調和しているというようなね、はいはい、ところがあるかなと思います。これからの社会ってね、中心よりは分散だと思うんですよ、はいはい、でそういう意味ではなんか駅の近くにこうなんか繁華街作るよりは、うん、今の形の方がいいんじゃないでしょうか。まあ、おっしゃっていただいたお芝居だとか音楽だとか、映画だとか、その文化ですね、まあ、これは本当に数値化できない、まあ今何事も数値化して成果を説明しなさいみたいなことをよく言われるんですが、幸福感とかですね、今日は良かったっていう、なんかこうちょっと気持ちが変わるような、まあ、そんなチャンスが、場がどんどん広がっていくといいなと思いながら、まちづくりをしていきたいと思っています。やっぱりこれから若い方が元気になってほしいですけど、それやっぱりそんな数値で何っていうよりは、雰囲気というか、こういういろんな楽しいものがあるって、それはやっぱり一番若い方を元気にするんじゃないかなって思う。まあ、さてですね、一昨年、もうそろそろ2年になりますけれども、新型コロナウイルス感染症、ダイヤモンドプリンセス号から始まって、まあ私自身も区民の皆さんも、まあこのことを心配しない日がなかったということでした、うん、で、この生命科学をご専門の中村さんから見てですね、このウイルスということを我々だいぶ見たり聞いたり考えたりしたと思うんですが、ウイルスについてお話しいただけますでしょうか。あ、そうです。ウイルスってね、実は、まあ、生き物じゃないんですよ。で、生き物がいるとそれについて自分が増える、生き物がないと存在できない、うん、で、もう区長もご存知だと思うんですけど、この頃は生き物って細胞でできてて、その中に DNA が入ってるっていうのはもう子供でもこの頃知ってますけど、それ遺伝子ですよね。遺伝子ってなんか私の遺伝子みたいに決まったもののように最初は考えられて、遺伝子ってね、動き回るものなんです、割合で。実際に動かないと生き物の世界変化していきませんからね、はいはい、動くっていうのは。で、ウイルスっていうのは実はこの生き物の世界の中でこう動き回ってる遺伝子なんですよ。ですからある意味ではこの生物界のダイナミズムみたいなものを支えてる部分もあるんですね、うん、でも病原性を持つものもあるので、まあ、なんか生き物世界っていい大事なウイルスもたくさん人間持ってるそうですね。生き物世界っていつも、いいこと悪いことがなんか裏表にいつもある、うん、なんか機械の世界は、うん、良いか悪いかってこう分けられますね、丸か×か。で、絶対丸か×かにならない、いいことがあれば悪いことがあるって、これが生き物として上手に生きることだと思ってるんですけど、ウイルスその典型で、で今の新型コロナも実はコウモリの中にいる時はもう何の問題もなく、うん、全く同じようなウイルスがコウモリの中に、それを引き出してしまったから、はい、人間には悪そうする、うん、でこの引き出してくる、実際にこうウイルスが上手に生きててくれるようにする生態系をきちっとこう守ってればね、はい、いいのに、はい、私たち割合にこうこの頃生態系をいじり回してガチャガチャしているので、はい、ウイルスもこう動き回る、うん、だから一つはせっかくウイルスがこう生態系の中で上手に存在してるのを
あんまり人間が勝手なことをしてガチャガチャしない、うん、からでも出てきてしまったらそれはやっぱりね、あのワクチンだ、新しい技術で対応して、ただこの頃戦ってなくすってことをおっしゃる方があるんです。これはなくすことができないし、よくねコロナ撲滅なんてね、そうそう、あのおっしゃる方もいますが、できないし、はい、だから生き物として生きたくためにはいるんだけど、うん、それを暴れさせないように上手に生きる生き方、うん、これは生き物として生きるっていう生き方だと思うので、うんうん、そこのところをやっぱり今度の新型コロナに出会って本当に辛い目に遭ったところから、私たちホモサピエンスって賢いって言ってるんですから、そこからちゃんと学ん で次はあのコロナ、そういういろんなウイルス、いろんなウイルスいますからね、何が出てくるかわからないけれども、上手に対応していく、そういう知恵をもうこれを機会につけないと、うん、マイナスだけではなんか悲しいですよね。まあ、人間の歴史の中で、あのこういったパンデミックは繰り返されてきたとも言われてますし、100年前ですか、そうそう、のスペイン風邪が世界を席巻した時に、もうたくさんの方がね日本でも亡くなっていますよね。その時もちゃんとマスクやあの手洗いとか励行されていたようですよね。だからそういう知恵を、でそれ以上に私たちは今それこそさっき申し上げた DNA とか遺伝子とか知ってるわけですから、うん、今度もあのワクチンがとっても早く作れましたでしょ。はい、これはやっぱりその遺伝子のことが分かってたからで、うん、これ分かってなかったらワクチン作るのに10年ぐらいかかる。そうですね、今までのワクチンの考え方と全く違う、違う、あの遺伝子を利用したワクチンを作れましたからね、はい、ええ、で2年ぐらいそこの中でできたわけで、もう世田谷区民もあのすごく接種率が高くてですね、そうですね、あの効果は現れていると思いますが、うん、まあ、でもちょっとワクチンを打ってからあのしばらく経つとあの抗体の値が下がっていくみたい で、あの今年は3回目ということを、はい、あの多分やっていくことになると思います、はいはい、だからそういう新しい科学や技術をきちんと学ぶことと、うん、古くからある、うん、もう生態系の中で生きてきたその知恵と、これ両方合わせて生きていくっていうのが私これからの人間の生き方かなって思ってる。はい、で今日はですね、これより本題に入りますが、中村さんにはですね、こういった、科学者が人間であること、これは岩波新書から出ています。そして、こちらですね、生命史とは何かと、こちら講談社学術文庫から、まあ、出ていて、あの、まあ、拝読しまして、私もあの同じ時期ですね、東日本大震災、そして福島第一原発の重大事故ということで、はい、かなり衝撃を受け、うん、何かできないのかと思いながら、うん、南相馬市に出かけて、その物資を届けたりですね、あの実はこのことがなければその区長としての仕事を始めようとは思わなかったと。あ、そうですか。いうぐらいのことなんです。なるほど。はい。で、やはりこの311、もう10年経ってですね、ほとんどもう、まあ残念ながら、あの、記憶薄れてるっていう方も、重要なポジションにいる経済界、政治や、様々なところでね、その、リーダーシップを振るってる方の中にも、薄らいでる方がいらっしゃるかなと思うんですね。これは忘れちゃいけないことですよね。でこの生命史、その生命史ってあの音で聞くとですね、歴史の史を書くのかなって、うん、そうじゃなくてあの日誌、雑誌の誌、雑誌の誌ですね、あれは記すっていう意味なんですよ。それで、はい、あの英語で言いますとね、バイオヒストリー、史ってヒストリーなんです、はい、でね、あのこれはね、ギリシャ哲学の藤沢先生って方が、私がバイオヒストリーって作ったら、はい、君ヒストリーって意味知っててやってるのって言うから、さあ何でしょうったら、ギリシャ語辞典をパッと開き、はいはい、たらヒストリーってね、一番最初はあの調べるっていうことなんです、うん、ギリシャ
ちゃんといろんなことを調べる、うん、ただその調べたことを記す2番目が、うんうん、その記すはだから私の生命史の詩ですね、はい、で調べたことを記し続けると歴史になるじゃありませんか。だから3番目が歴史なんです。だから調べたことを記し続けたら歴史ができるよっていうのがギリシャ語の本来のヒストリーの意味なんです。で私ね、調べたことを、自分が調べたことを記していって生き物の歴史を知りたいと思って考えたんですけど、はい、そんなこと何にも知らずに考えたら、君は勘がいいねって言われて、何も知らないのにぴったりだよって言われて、その言わんとすること、日本語で、伝えようとすることはちゃんと英語でもその通りに伝わると、だからもともとそういう意味だったんだっていうので、この死っていう言葉はとっても大事にして、はい、私たち何でもこれあの攻めしでなくても自分でいろんなことを調べてそれをきちっと書き残して次伝えていくって何事でも大事じゃありませんか。ですね、だから死っていうことはちょっと大事にしてるんですけど。さてあのちょうど真ん中にですね、はい、今日素敵なこう、はい、絵を飾っていただきました。ありがとうございます、はい、こちらについて、はい、何やら生き物の姿、海の中なのかな、あのこれは何でしょうか。そうですね、はい、もういろんなあのそれで生命史っていうのは何、はい、って言われると、うん、口でお話してると、うん、なかなか分かっていただけないので、うん、いつもこれで申し上げるんです、はいはい、でここでね4つ申し上げるんです、はい、いつもまずはここに扇で書いてるんですけど、うん、ここいろんな生き物がいますよね、はい、このキノコがいたりヒマワリが咲いてたりイルカがいたり、何が言いたいかっていうと、まず生き物のことを考えるときは多様性、いろんな生き物がいます、もう何千万種類もいるって言われてるんですね。でこれは皆さんもあの、まあ、このお部屋歩けば蝶々だっていろいろいるしみたいで、うん、生き物いろいろだねっていうことは日常でわかりますね。ただあの生物学者としてはこれだけ言っててもダメなので、実はさっきもお話しましたけど、こんなに多様だけどどの生き物も細胞でできてて、うん、その中にDNA 入ってるって、はい、これは全部同じで、そんなことが偶然起きたはずはない、うん、いろんなことから祖先が一つ で祖先細胞というのがあって、その細胞から全部生まれたから、生き物の始まりっていうことになりますか。でそれがいつどこでどうやってできたかって実はまだ分かってないんですが、うん、実は38億年前の海の中には祖先細胞がいたっていうことは、これは化石とかいろんなことから、はいはい、分かってるので、一応ここ38億年、38億年前の海の中にいた細胞からあらゆる生き物が生まれたんで、うん、ものすごく多様だけど全部祖先は一つだよ、はい、だから生き物仲間だよって皆さんいろんなことでおっしゃいますけど、本当に仲間なんですよ、あるいは兄弟と。ここに人間も、そうですね、はい、で3番目にはあのよくね、まあ、ここにキノコがあったりいろんなものです、キノコなんか大したもんないよって、だんだん立派になって人間が一番立派だよって、こう昔多分区長が生物学を習いになった頃は、はいはいはい、下等生物とか高等生物って言ったそういうヒエラルキーで習いましたね、言ったと思うんですよ、はい、でも今下等生物とか高等生物って言葉ありません。あ、そうなんですか、だってみんなこれ38億年、ね、うん、みんな同じ距離にいるので、うん、全員同じ歴史を持ってそれぞれ特徴を持って生きてるわけだから、どれが高等とか下等とかない、うん、だから全員38億年、だからアリがここ一匹張ってきたらそれも親がいて親がいて、お君38億年かけてここに、でどんなすごい機械でも、まあ、数ヶ月あったらこう組み立て出来上がるけれども、アリは作ることできないですよね。そうですね、はい、で38億年ないといないんですよ。だから命の大切さって皆さんおっしゃるけど、いろんな意味あると思うんですけど、一つ38億年っていう長い歴史がないと、アリはこのアリいないんだよって思ったらちょっと簡単に潰せないですか、ね、で私簡単に潰さないでね、命大切なんだから、そうすると意地悪の人がこの辺ヤブカいっぱいいますからね、はい、庭出るとヤブカ来た時どうすんのって、
やっぱり叩きますただし、うん、叩く前にあなたも38億年ねごめんなさいって言ってから叩くんでそこがね生き物の辛さで、うんうん、丸か×かじゃないんですよね、うん、大事だけどある時は命を奪わなければならない時もある、うん、自分が生きていくために、はい、そういうことも学ぶって。でそれが3つ目ですね。みんな38で、4つ目が区長がさっきおっしゃってくださった人間もここにいる、うん、で人間もここにいるのは当たり前ですけど、私ね今の社会は人間ここにいると思ってると思うんです。要するに見下ろしているような立場ですね。人間は自分だけ特別で、他のもの多様性、あ生物多様性守ってやんなきゃいけないねみたいな、私それをね上から目線って言うんですけど、いつもなんか上から目線ってなんかいつも嫌じゃん、うん、いや、そうですね、区長は上からお見えにならなきゃなんない時も終わりかもしれませんけど、でもやっぱりこれ私この中にいるから中から目線って言うんですけどね、うん、みんなと同じ中から目線で、うん、もちろん人間は人間らしくコンピューター作ったりいろんなことはできるので、うん、それはどんどんやっていいんだけれど、うん、ここでやるとやっぱりこの頃のさっきコロナの時に申し上げましたけど、生態系を壊すようなことをやって、はい、コロナ引き出すようなこともやってしまうので、うん、ここにいると思って生きていくって、それが私が言ってる人間は生き物ですよっていうことで、日常ありを見ても、あ38億年ねとか、私も生き物の仲間だなとか思って暮らすと、日常の暮らしがある意味では豊かになるし、ゴミ一つ捨てる時も、うん、あここに捨てていいかなとか、いろんな思いが出てくると思う。でもここにいて中から目線で、自分生き物なんだ、生き物の仲間なんだ、だけど人間らしく生きるって、うん、そういう生き方をこれからすると、ある意味では楽しい生き方ができるかなって思っています。うん、あの先生 の, あの著作の中にですね、はい、やっぱりこういうあの38億年前共通のその源があってね、命ので、一見もう全然関係なく見えるあの人間とは、だいぶ違う、植物や動物にもやっぱり人間の体の働きの中でのこう大事な要素、うん、そこがぴったり一致しているような、そうですね、あの DNA の配列があったりとか、不思議ですね。そうなんですよ、だから例えば私たちがこう、疲れた時に甘いものって、はいはい、とそれはエネルギーになりますでしょ、うん、そうするとねバクテリアも自分のエネルギー作る時は、うん、私たちがエネルギー作る作り方と全く同じやり方でやってる。でバクテリアってもうこの38億でこの辺で生まれたものですよ、はい、最も古い。でそれと同じだから何が起きてるかっていうと、うん、私たちの中に腸内細菌っているって、はいはい、皆さんこの頃ご存知ですよね、はい、で腸内細菌が私たちのその代謝を助けてくれる、うん、だからいい細菌がいると私たち健康になる、うん、元気になるって言いますでしょ、うん、だってバクテリアがちゃんと働いて私たちを助けられるっていうことは同じやり方をしてるっていうことですよね、うん、だからさっき高等化等ないって言いましたけど、うん、バクテリアと私たちと全く同じ DNA の働きをしてるっていう、そこが面白いと思うんですよ。で、なんか機械だと古いものはダメって言うんでね、うん、例えばラジオなんかだって今更真空管なんて誰も言わない、うん、はいはいはい、それどんどん捨ててきますでしょ、うん、生き物は捨てない、古いものを大事に大事に大事にしていく。これやっぱり私たちのこれからの生き方、こう古いものをどんどん捨てていく、はい、ダメって言わないで古いものの中からいいものを探していくって、そういう生き方、生き物としての生き方いいんじゃないかな。なんか人間の頭で考えた哲学とか倫理とかではなくて、実際のその生き物たちの中にあるこうバランスや助け合いや変化っていうか、そこからこう汲み取るべきものっていうのはたくさんあるんですね。でだから私
皆さんにお願いしたいのは、ちっちゃい生き物たちをよく見るっていうことをしていただきたいよね、はい、うん、そうするとそういう生き物たちが上手に生きてるのが分かって、うん、で子どもたちもそういうのを見たらあっと思って生き物らしく生きるっていうことが自然にできると思うんです。これ知識じゃなくて、うん、なんか仲間ですから、そこから何か受け取れる、それはどんな人でも、子供でも大人でも、科学なんて別に好きじゃなくても大丈夫だって、子供たちもちっちゃな虫が大好きで、私も子供の頃ファーブル昆虫記とか何回も読みましたけど、ご本の中でオサムシの話、はいはいはい、これにはびっくりしたんですが、 ありがとうございます。あれは私たちがやったちょっと大事な仕事なんです、はい、大事な仕事、はい、何が分かったんでしょうか。オサムシって、はい、こう地面を張ってる、うん、あんまり日本のオサムシ黒くてカブトムシほど立派じゃないので、うん、でもね割合好きなアマチュアの方たちいらっしゃるんですよ。でそのオサムシを日本中のオサムシを調べてね、はい、で DNA を調べて DNA が同じ仲間っていうのをこう集めて、はい、そしたら九州のあたり四国のあたりってこう仲間ができたんですね。でこれは飛べないから、うん、仲間がこう固まるのは当たり前なんですよ。でも途中にねここまでとかここまでとかこう途中にこう線ができた、うん、こっちの仲間はここまではっきり線ができるんです。でなんでこんな区別ができるのか、日本列島がこうブロックにこう分かれたような感じでしょうか。分からなかったんです。そしたら、うん、その地質学者の先生からお電話があって、はい、あれはね日本列島ができた時を示してるんですよっておっしゃったの。でそれは日本列島ってもともとはアジア大陸にくっついてた、うんうん、でそれがこう離れてきたわけですよね、はい、で途中でこう4つに分かれた時があるんですよ、うん、でその時700万年ぐらい前、そうするとそのオサムシのこの分かれ方はちょうどその4つと同じ。じゃあそのこう大陸移動する大地とともにオサムシがくっついてきたっていう。元々はねヒマラヤから来て、はい、でその端っこまで来て、はい、たら乗ってたらあれよあれよっていう間にこう地面が動いてその乗っかってたわけでしょ。でしかも4つに分かれたら、そこ4つに分かれたらそこにオサムシいたわけですよね。たらある時それがこうくっついて日本列島になった、うん、そうするとオサムシの DNA を調べてみたら、オサムシのこう進化の様子を調べてみたら、はい、ちょうどその日本列島ができてどうやってできてきたかっていうことを教えてくれたんですね。で地質学者の先生とこの生物学の私たちで、すごいねすごいねって喜んだんですけど、はいはい、考えてみたら、はいはい、オサムシは地面に乗っかってるんですから当たり前。でオサムシにお前たち何してるのって言われると思うんですけどね、うん、で人間ってやっぱり学問を分けちゃう、うん、地質学は地質学とか生物学は生物学で、それがオサムシって地面に乗ってるから調べればオサムシが地面のこと語ってくれるんだって、その時初めて私ね自然を知るっていう意味がよく分かった。で実はこういう生き物の DNA を調べると地面の歴史が分かるっていうことを初めてやった研究なんですよ。あ、もう画期的ですね、うん、で今では人類がどうやって動いてきたかみたいのありますよね、うんうんうん、はい、そういうのもみんなこの方法で調べてるんで、うん、なんて言うんでしょう、生き物としての人間とこの地球の動きと一緒に考える、うん、これがだんだん今学問でも行われるようになって、うん、生き物は生き物、地面は地面、うん、そういうのじゃ本当の自然はわからないなっていうふうになってて、うん、今だんだん学問が面白くなってると。まさにこの生物生命史、うん、こちらの世界にいろんなその物語があって、その物語の中でその大地が動いたっていう
まあ、記録もあるっていうことですよね。はい。それでその多様性と同時に共通性が、まあ、生物にはあるということなんですが、あの、まあ、DNA の発見っていうのはもうものすごく大きな、そうですね、画期的なことでした。そしてその DNA を解析をすることで今のオサムシの、あの生態とかも分かったと思うんですが、まあ、人間もその DNA、で構成されていると。親からもらいますね、はい、両親から、はい、でちょっとですね、この DNA で全てが決まっていくのかみたいな、そういうなんて DNA 決定論みたいな、あの日本人が割合そういう考え方が強いんですよ。そうですか。遺伝っていうことをなんかとても、うん、はい、あのこう強力に考えて、うん、で両親から、まあ、卵と精子の中に入っていた DNA を受精卵として自分がもらう、うん、でもうこれは決定的、うん、ところが最近もうあの自分の体の中でどんどん DNA もあの変わっていくってことが分かった、はい、これをはっきり分かったのはね、双子、一卵性双生児、はいはいはい、一卵性双生児ってこう細胞が2つ分かれたわけですから、うん、全く同じ DNA を持って生まれてくる、ね、はい、ところがもう私も双子の友達ありますけど、年が経ったら全然違いますでしょう、うん、あのもちろん似てるとこありますけど、うん、とその時にただ環境で様子が変わるだけじゃなくて DNA を調べると変わってきてるってこと。あ、だから先ほどあのウイルスでウイルスがこう遺伝子を運んであの DNA はどんどん変わってダイナミックになるって言いましたけど、うん、一つの体の中でも DNA って変わっていく。だからあんまりね親のせいにして、うん、親からもらったんだからこれはなんて言わないで、自分はどう生きるかっていうことで、あの自分らしさっていうのは出てくるんだよって、あの DNA はとっても大事なものですけれども、それで何でも決まっちゃうなんて思わないで、これを生かしていこうっていうふうに考えるのが DNA を知った今の状況としては良い生き方なんじゃないかな。今あのこれまでお話の中でやはりどうしてもこう研究も学問も細分化し、で特にあの、まあ、病気に関してこう素晴らしい効果があるような発見もありますから、はいはい、まあ、そういったところにこう非常に細分化されたこう研究が優れてあるということだと思うんですけども、一方でこれも全部一つなわけで、命の世界自体が そこを横串を刺してというか、まあ、こうトータルに自分たちも私たちの体の中にもこう38億年の歴史が、あのこの、まあ、兄弟姉妹たちとみんなと共通のものが入ってるものがあるということなんですね、はいはい、生き物を見た時に君と同じもの持ってるんだよねってどの生き物に対しても思えるって、そういうことが学問的に証明されてるってことですよね。どうしてもですね、あの今気候危機の時代になって、あの、まあ、少しそういう考えはね、抑えられてきたかと思うんですが、やっぱり科学技術万能論という、あの自然はいかようにでも支配できるんだと、まあ、私がまだ子供だった頃は、うん、あの鉄腕アトムの時代ですから、やっぱりその科学技術の進化によって宇宙にも行けるし、あの気候も変えられるし、できないことはないんだっていう万能感ですかね、これが相当、まあちょっと人間を誤った方向に、そうですね、ちょっと尊大に、そうですね、なってしまった。でもあの科学技術はとっても大事だし、うん、まあロボットも、うん、あのこの頃あのこう分身のロボットがあってね、うん、あの寝たきりの方なんかが、うんうん、あのロボットを動かすことによって、うん、あの働けるとか、うん、ああいうのとっても素晴らしいと思いますのでね、そういう意味ではあの科学技術はどんどんあの使えるところは使っていくっていうのは大事だと思うんだけど、あの生き物までなんか機械のように見てしまって、うん、それで
例えば子供に早く早く早くって、で機械は早くしてほしいけど子供はちょっとゆっくりさせたいって私は思うんですね。すると生き物は生き物、機械は機械って、そこのところを、ま、上手に使い分けないと。でね、この間保育士さんの方にお話をしてたら、私がね子供にあんまり早く早くって言うと生き物なんだからみたいなことを言ったら、とっても真面目な保育士さんだと思うんですけど、男性、男の方だった。僕はね、毎日子供に早く早くって言ってます。もし僕がその子にそれを言ってやらなかったら、この子は今の社会で生きていけますかって聞かれた。でね、怖いですね。そうね、保育をしている方が、そういうふうに思い込むような社会になってしまったんだなと思って、もっと子供と一緒にこう、ゆったり、できる社会だといいなってその時思ったんですね。で、その保育士さんすごく真面目な方だった私思う。だから一緒に考えましょうねって言ったんですけど、ちょっとそんな社会になってますね。子どもたちはちっちゃい頃ですね、例えばダンゴムシとかね、こうつついてみてずっとこう1時間もやってるとか、アリの行列とかね、もうずっと見てても飽きないわけですし、雲の形を見ていて、いろんな想像をしてみたりですね、まあ大人から見るとぼーっとしてるようにつまり生産してないような、価値を創出していないような時間に見えて無駄に見えるんですね。これがまあ僕はとてもこう著しくなってきてるかなと思いますね。だから子どもたちがぼーっとしてられるっていう空を見てられる、風を感じていることができるっていう、そういう時間が全くないとですね、これ自然的人間っていうふうに感じられなくなってしまう。そうですね。私生き物を研究してますと、はい、生き物ってね、無駄の塊だと思うんです、でも本当に無駄、無駄だけど、その無駄の中に面白さとかね、はい、楽しさとかあるので、やっぱりそれをもう本当に具現化してるのが子どもたちだと思うので、もう大人が子どもから学ぶ時代かなと思う。生命史というね、立場からご覧になって、今回のその新型コロナウイルス感染症に対して、残念ながら亡くなってしまわれた方も、まあね、後遺症の調査もやってますが、かなり後遺症に苦しんでらっしゃる方もいらっしゃいます。で、またその罹患されなかった方も精神的にですね、かなり苦しくなってしまって、もう2年間一歩も外に出ていませんっていう、特に高齢の方とか、あと子どもたちでもですね、すごく萎縮をしてしまって、また怖かったと。で、これがですね、ワクチンであるとか、あるいはその新しい経口薬の開発とかで、ある程度制御できるようになっていくことを、早く望みたいわけですけれども、しかしながらこの2年間の経験というのは、私たちにとっても決してそのマイナス、無駄、あるいは停滞だけではなかったんじゃないかと。そうですね。ここから何か汲み取ることっていうのはあっていいはずだと思うんですね。私もそう思います。で、今度もテレワークなんかもできるようになりましたら、やっぱり別に一極集中でみんなで競争してなくても、もっと分散して暮らした方がいいんじゃないかっていうことを、若い方も随分そんなことをおっしゃる方が出てきましたでしょ、で実際に移動してらっしゃる方、外へ出て行ってらっしゃる方も少しずつ出てきてますよね、私これやっぱり生き物っていうのの基本はもう多様なんですよ。で、多様であることでいろんな新しいこともできてきているので、もし例えば人間だけとか、人間が一番素晴らしい生き物なんだから人間だけにしちゃおうなんてなったら全然面白くない社会ですよね。だから多様であるっていうことで新しいこともできていくので、今度のこの
コロナの体験をそういう形でなんか中へ閉じこもってしまうのではなくて、もっと広がっていけるんだっていうふうに生かしていくといいなっていうふうに思ってるんですね。あの人と人の対面して話すことがこれだけ素晴らしいことなのかということも改めて思いますし、あの失った時間あるいはその一人でいることの多かったあのこの2年間という方も多いと思うんですね。あるいはこのご家族だけでずっとあの外に出ないようにしてきたという、まあ、この経験をですねもう一度そのコミュニティ、まあ、したがってこの地域の中の力っていうのは大変あの一時弱まって、はい、現在いるわけですけれども、はい、あのこの2年間をまあ糧にしてですね、はい、もう一度そのこの、生き物の、 あの一つである私たち人間が、まあ、つながり合って、あのルネッサンスもそうだったと聞きますけれども、新しい価値をあの生み出していくような、まあ、そんな転換ができるといいなと思います ね、 そうですね、私もこれからの社会はまさにそれだと思いますね、もちろんあのお国があのいろんな制度とかそういうことをきちっとやってくださること大事ですけど、うん、むしろこれからはね地域だと思うんですよ、うん、まあ、例えば世田谷区なら世田谷区、はいはい、もっといいのは、私この間もあの奈良の村を、うん、あの古いからある村をあの訪ねたんですけど、やっぱり村なんかにものすごくあの生きていく力があの溜まってるって思うんですね。でお年寄りなんかがもう伝統を生かして、あのお祭りとかそういうものもみんな村にありますよね、うん、はい、そうするとあの国からっていうのよりもこれからってやっぱり地域地域が自分のとこ生かして自分らしくやっていくっていうのがものすごく、なんていうかな、豊かな社会を作るんじゃないかなって思って、今年はそういう方向へ行くといいなって、あの、勝手に願っていますね。で、お住まいの、あの、この国分寺外線近くの地域で、まあ、地域の活動ですね、国分寺外線を、守ろう、緑を守ろうという活動をされています外線緑の絆世田谷、はい、いや、どんなことをされていらっしゃるんですか、はい、いや私あの一応なんか長がついてるんですけど何にもしてないで皆さんがやってくださってるんですけど、もう本当に国分寺外線って、うん、あのどう調べてみてもこれ大事にしなければいけない場所だっていうのは明らかですよね、うんうん、で実は今私が住んでいるところはあの近くにマンションができることになって、で、はいはい、平らにして掘ってみたら、うん、古墳時代の横穴が出てきて、ああもうほとんどであのこの辺出ますよね。そうです。だからうちも、あの実を言うとちょっとトントンって壁叩くと空洞だったりするので、あここ多分横穴ねみたいに言って暮らしてるんですけど、だから古墳時代から暮らしてたっていうことは、あのこれは地震の先生が教えてくださったんですけど。うん、古代人が住んでるとこっていうのは地震にとってとっても安全なとこなんですよ、うん、本当かどうかあれですけど、うん、あのそういうことがちゃんと勘で分かってるんですみたいにおっしゃって、うん、あの少し安心しながら暮らしてるんです。だからそういう場所でやっぱりちょっと短い時代の開発でこの大きなグリーンのねベルトを壊してしまうのは、うん、もったいないなと思って、それで私もちょっと歩いてみますと、あの崖が全部続いてるっていうところがどんどん減ってるんですね。で少なくとも今残ってるところはきちっと守って、でただあのグリーンってどんどん変わっていくもので、ね、あの生き物ですから、はいはい、だからただ守るではなくて、うん、むしろそういうグリーンを生かしてでまた新しいことをやっていけるような仲間として、でまあそこだけを守るとかっていうのではなくて、今地球はあのグリーンを求めている状況ですからね、はい、そういうことまで考えてみんなでよあの
なんて言うんでしょう、私楽しく暮らすっていうのが一番好きなもんですから、そういうふうにしましょうねって。私も区長に就任してから間もなくのことでしたが、はい、二子玉川公園という公園が、はいはいはい、開園する、少し前に、はい、国土緑化機構というところから、はい、1400本の苗木を寄付いただいて、はい、そこにあの、ご存知宮脇明先生が手ぬぐいを巻いて腰に、はいはい、あの全部ご指導いただいてですね、はい、ここに鎮守の森を作るんだと。でこれがですね、もう6メートルを超えるようなあの若い森になりつつあるんですね。あ、こうやって緑を再生するってこともできるんだなと。あのもう一回緑がなくなったところで諦めてしまうんじゃなくて、あの緑を再生していくと、作っていくって、これも大事ですね。そうですね。で、あの木って意外に早く育ちますでしょ。はい、あっという間に桜なんかだってこんなの植えとくと、もう 5,6 年経つと、うん、綺麗に咲きますもんね、はい、ですから、はい、木の力ってすごいなって私いつも思うんですよ。で、あの人間ってね、実はアフリカの森から出てきた存在なので、はいはい、私はやっぱり森っていうのは懐かしい場所なんだと思うんです、うん、でそういう意味でも森を大事にしようねっていうのは、あの別になんかこうなんて言うんでしょう、頭で考えてどうっていうのじゃなくて、こうみんなで楽しく生きるという基本に、一つ森で楽しく暮らそうねっていうのはあると思いますね、はい、あの一番締めくくりにですね、中村、先生の今年の抱負などお願いします。あの今年の抱負っていうよりはもう、はい、私はもうここ何十年も人間生き物ですよって、生き物として生きましょうねっていうことだけでいろんなことをやってきて、であのなかなか皆さんどんどん進歩するっていう、便利にするっていう方が、はい、あの皆さんの意識だったのでなかなか聞いていただけなかったんですけど、先ほど区長もおっしゃいましたように、コロナとかが異常気象っていうのはもちろんたくさんの問題を抱えているので、あのこれはマイナスのこともとても多いんですけど、私の感覚ではこれがきっかけになって皆さんがちょっと生き物的にものを考えることが大事だなっていう、うん、あの思いになる方たちが少しずつ増えてるように、うんうん、でこれはね、ただね、あの生き物的に考えるって、そうすると今度エネルギーをあの再生エネルギーでやろうって思いになると、ちょっとね生き物の方へ来たなと思うんだけど、まだそこで効率的にやろうとか、はい、大きくやろうとか、他の人よりも早くやろうとかって、うん、ついつい皆さんお考えになって、それであの木を切り倒してですね、山の斜面全部ソーラーにしたりとかって、これは違いますよね。そうお考えになるのですから、うん、そこのところで私の役目としては、そのさエネルギー、そういうことで作るんだったら、エネルギーってお日様はみんなのところにあるのが大事なんで、はいはい、一人一人が考えて競争しようとかそういうんじゃなくて、あのみんなでやろうねっていうとこへ考えを持っていかないと、本当の意味の生き物を生かすってことになりませんので、そういうふうにやってくださいねっていうお役目をちょっとやりながら、今社会がそっちへ動いてることを大事にして、その時はさっきも申しましたように、一番大事なのは地域だと思います。国とかそういうレベルよりは、企業とか国っていうレベルよりは地域が大事。それからもう一つは一人一人が大事。だから一人一人の方が自分が主役だみたいに思って生きていく、そんな方向へ行くようななんかお手伝いができるといいなと思ってます。はいはい、私自身はですね、この2年間は本当にあの、まあ、コロナ対策で奔走する場面が多かったんですね。でもともと20代の終わりぐらいから十数年間、悩んでいたり、進路をこう探しあぐねている中高生と話していることが
大人と話しているより多いような、そんな日々を過ごしていました。今年の抱負はですね、ぜひ子どもたちとじっくりたくさん話をしたいなと。でその中で、今日の中村先生のこの話をね、一緒に子どもたちとできたらいいなというふうに思います。と、ね、お願いは、大人が子どもと話すというと、ついつい大人がやっぱ上から目線で、こうなってしまうんだけど、やっぱり子どもとの中から目線で、そして私多分ね、子どもたちから教えられることが多いんじゃないかって、ね、これからの社会は、だから、区長へのお願いは、はい、お子さんたちとお話しくださるっていうのはものすごくありがたいことで、とっても期待しますけど、その時に子どもから何か学んでやろうみたいなお気持ちになっていただけると嬉しいな。わかります、はい、耳を傾けることから始めたいと思います。今日は本当にたっぷりとですね、新春対談、中村恵子さんに、お付き合いいただきました。本年もぜひですね、この生命史の豊かな世界、そしてこれをですね、私たちの地域の中でどのように生かしていけるのか、また、ご活躍いただけたらと思います、はい、ありがとうございます。お役に立つかどうか分かりませんけれども、なんか勝手なことをしておりますけれども、はい、今年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。